でも石原さん、池袋いっぱいいますよ。なんか夜駅行くと、はい、ダンボールの上で寝てる人とか。あー、いますね。一回俺、池袋の西口のなんか公園あるじゃないですか。あー、でかい公園ね。はいはい、あ、そう、あそこ行ったら縄張り争いしましたよ。モンスター縄張りとかあんの？急になんかすごい睨んでるホームレスが一人いて、モンハンや、睨まれた側のホームレスがなんだよ、そこ俺んとこだよって。あ、やっぱ怖いんだ。え、でも俺一回仲良くしようや。その東京でやらかしたミスがあって、ホームレスってその昼間活動しないじゃないですか。そう、夜、あ、そうですね、公園とかで寝るから、うん、結構近く行かないと分かんなくないですか。はい、あ、まあ潜んでますね。多分分かんないですよ、結構近くまで行かないと。で、はい、なんか普通に歩いてたらなんかそのまま踏んじゃっていいや、ガチガチガチ、そのまま踏んじゃって踏むってなんかうって聞こえたから、あ、後で見たら寝てたから、やべ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 っつって、もう絶対逃げたやろ。いや、さすがに逃げた、怖かったから。ちょガチで見えなかったんで、ガチで。いや、本当に、うん、そう。で、その人もなんか別に怒ってなかったし、うん、とりあえず、すいませんっつって、すいませんっつって。踏まれて怒らんて、相当な懐の広さ。